はい。第2部始めます。第2部は初等の皇室です。これはまあ、縮小タイムなくてもいいかなって思うので、縮小タイムはなし、あ、スクショタイムはなしでいきますね。<laughs> はい。じゃあね、一時一時ちょっと大きくして、説、わー、すごい大きくなるね。 嬉しいなこんなに大きくなったらもっと大きくなるこのぐらいでいいか。じゃあねえー、っとここのねあごめんごめんこの字のこの部分これがね結構ねこううんとねまあこう書くじゃんここのところが ぐーっとこう中に入る型があるの。この部分がね。そうすると狭くなるでしょう。だから、まあ、少し、ほぼほぼまっすぐぐらいに行くと覚えておいてもらうといいですよね。この部分ね。それから、おー、私のちょっとわかりにくいかな。えー、っとね、この垂れって言われる部分だよね。この部分。 タレの場合は、中に入るものは、真ん中、中心をちょっと右にずらすと良い。という、まあ、書き方の、う,ん、うまく書くときのまあ法則みたいなのがあるのね。ただ、それは、うーんと、ほん、言われたらそうだなと思うぐらい、しか右にずらさないの。だここなんか、 中心が本当はこれ真ん中に来てほしいんだけれどもちょっと右にずらしてみたんだけどえー、っと初頭のお手本とかはもっと分かるかなこの線が本当に真ん中の中心線の上に来てるはずなのね。うん。 だからちょっとだけ中のものを右にずらしてもらうといいかな。その辺を見てもらう。それからここのとこね、少し丸めてもらうといいよ。まっすぐよりも少し丸めに描くと柔らかく描けるからね。で、穴。穴を描くときは、この部分。これね、硬質の 書き方でよくあるんだけどちょっと肩を落とすような感じで持っていく。特に今回は行書だからね、その書きぶり多いと思うよ。で、ここのところ、払い切らない。次へ向かう気脈をここに感じさせて、次のこの部分に、こう、うんん、なんだ。 続くような形で書くっていう形だね。で、2。2、ここそんなに反ってないからね。この部分。少しだけだね。で、必ずこの上と下に線を引いた場合、広がりすぎない。その間からはみ出さない。入るという字ね。ここのところが短いよね。 どこでこう線と線とが交わってるかっていうものをねよく感じてもらいたいな。で、らという字ここのところねつながってるけれども線と線がこう方向が線と線じゃないや線の方向が変わっているこのままダイレクトじゃなくてちょっとこうクッとなっているっていうところだよね。 で、すという字の、ここ少し外してあるよね。学生さんは、ここのとこしっかりと、こう、同じところを通るようにして習うんだけれども、大人の文字というのは、ここを外して、ここに空間を作った形っていうのは、よくある形なので、慣れてもらうといいですよね。で、ここの、 払い切るところの方向、それから長さ。これ注意してもらいたいよね。結構長く書く方があるんだけど、すっていうのは、こっち長く、ここ短い方がいいと思うんだよね。まあ、これはまあ、持論にも少しなるのかもしれないんだけど、まあ、すんという字からできてるわけで、すはね。これがこう、 こういう形で巣になったわけじゃないもともとは、この部分っていうのは巣という字、もともとはまあ、ないわけだから、もともとその線が存在しないのに、そこを長く書いてどうかなって思うんだよね。次につながるっていうところで、こう、うんと発生した線であるからね。この辺は小さく書いた方が、 いいんじゃないかなって私は思うし短く書いてある字の方が多いですね。それから「無という字。無という字のこの場所ね結構真ん中にこう書くこともあるんだけど今回はちょっと左側に書いてあってその分ここの広さをしっかりと強調した形になっているのでねその辺の形見ていただきたいと。 で、ばという字は、いつも伝えるんだけど、この部分がね、遅い。うん、この部分が遅い。この、回す、この曲線の部分が下になってから、つまり、ここから、ここのラインから下がってしまう。こうか。だから、この部分が長すぎるんだよね。そういう方があるので、早めに、こう、 結びを書き始める書き始める場所がちょっと遅い方があるかな線を引いてる時にね。ということそれからぐぐぐっと上に来てこれはさっきと一緒だね。で同じ文字が左右にあるじゃないそうすると形をちょっと変えてあげると景色も良くなるというような。 書き方もあるのでこのでこ辺がちょっと違うよねちょっとこう形を変えて書いてもらうといいかな。それから「子どもの子」という字のここの書きぶりこの辺をマスターしてもらいたいな。普通にこう書いてもいいんだけどあこれちょっとここが長すぎたけどこう書いてもいいんだけど ちょっと前からの起脈をしっかりと感じさせる。始まり方にしてみる。それから横に持っていくと、この辺丁寧にね。書いてもらうといいかな。で、ここの真ん中、この線の真ん中、ここここがこう。直線上の中心線の上に来ると、子供の子は安定するよね。 それから、おという字。これはね、ここのところがね、何回も言うけど、こう、広くなる方がある。こう、こう、こう書いて、こんなイメージか。ね。これはね、締まりがないんだよね。で、こっからここまで長く、こっからここまでが短い形。なおかつ、こういう風に広がらないこと。 そういうのをこう考えながら形を整えていってもらうといいかな。ということ。それからこの字はですね。これね、ちょっと先生も長めに表現されたから長めに表現したんだけど、まあ長くなくてもいいかなと思いますね。それからこの点の位置かな。 点の位置をね下に書かれる方あるんだけどそうするとぐっとこう重心下がってしまうと思うんだよね。だからここの空間の上の方にそれから羽をこう角度をここ詰めちゃうとねキュッと時計そのものが閉まってしまうのでゆったりと点に向かうような方向で羽を書いてもらう。あもちろんこの行人弁ね 上下に書くんだよね。活字がね、こういう風になっているので、こういう風にに書かれる方あるんだけど、手書きの文字、上下で、うん、書いてくださいね。靴はさっきと一緒かな。でね、点々はね、左よりも右、こっちを少し大きめに書くといいよね。広がるよね。これね、 点々が、こう。で、こう、だんだん大きくなっていくと。のと、同じのと。ほら、だんだん、こう、点々もさあ、まあ、長さは違うにして、こっちの方がだんだん広がって見えない。右に。まあ、これは現状維持。これはだんだんとこう、ぼんだ感じに見えるんだよね。やっぱり広がって見える方が、 字っていうのは、まあ、大きく見えたり形よく見えるのでだ、えー、と左よりも右をねちょっと大きめに書いてあげるっていうのは細かいことだけれども字を広が,広がりのある字に見せるポイントの一つだよね。まあすをここはさっきと一緒。でここまで書くとみんなやれやれと思うんだろうね丸がね。 三角になってたり、でかかったりするので、丸もね、丁寧にしっかり書いてもらうといいなと思いますね。というのが、これが硬質の1だね。次、2。このままいこうか。ちょっとこう、あれする。2はね、こう、形相体。 連綿が入ってくるよねでちょっと大きくして、これもちょっと細かくね、伝えたいと思うんだ。これぐらいかでね、えー、っと、目とかね、この、書くときに、少しこの辺をさ、丸めに書くと柔らかい感じがするよね。ここも、ここも。まっすぐこう、 書いいいてもいいんだけどちょっと柔らかくなるように丸めに描く丸く描くっていうこと。それから出るというしちょっと大きく描くか。ここ,こ,こねこの下まで縦の線を描いてしまわないで少しこの空間を空けて線はちょっと短めに。 だけれども空間をここに作ることでここの高さ長さを出して時形を整えるそうするとなんかこう重,重さとかがちょっと取れて爽やかな樹形になるのでここの空間大切にして描いてもらいたいそれからこれねさっきの,あの中心の垂れの場合は 中のものは中心が少し右に寄るっていう感じで書いてもらってここの空く空間をしっかり表現してもらう。それからねここのところを広くとるといいんだよね。まあ細かくなってくるからこういうところを何て言うかな、まあ、これでもいいんだけどこっちの部分とここが大体たい 同じぐらいの長さというかねになる方あるんだけど今回はここちょっとこう小さめに書いてこの部分を長くここの空間を広くするとかっこよく形取れると思うよ。それからこのあここはねこの4つでちょっとサムチウかな で、えー、っと、さもここのところ線がこう繋がってるでしょで、ここは線が切ってあるでしょこれ別にまあどっちもこう、うもこうやって書いてもいいんだけど、そうするとこう流れすぎちゃう感じがする。だからこっちは切ってあると思うんだ。気持ちだけ続けてね。そういうのを感じながら、えー、書いてもらう。だからさの これ、ひらがなだけじゃない。さのこの横の線でしっかり安定させて、ここで流れていく。で、ここで安定させて、地を描いて、点もしっかり書くことで、ここのつながりを表現する。っていう形になってると思うんだよね。もももっとこういうふうにこう丸めたっていいと思うんだよ。そうすると、 うん、なんかね、しっくりいかないと思うよ。みんな書いてみて。ここがちょっとまっすぐっぽい感じで書いた曲線だから、ここが縦に流れが上手に、う,ん、うまい空間になると思うんだよね。ここはあんまり曲線を強調しない方がいいと思うよ。という感じかな。それから、ここね。 これはね、辺と作りがこう狭くなる方があるの。ここしっかりね、辺と作りの空間を取ってあげる。から、ここがガッガッとバウンドしすぎないこと。横に行くような感じのイメージでうんぴつする。で、ナーリーのね、リーは、まあ、中心よりも左に行かないで、中心ぐらいで、で、収める鳥を。 そうするとよく書けると思うよ。で、今度はオラが春のところだ。このオラがもう、うこのラというのは、ひらがなのこの3つの中での細くて、うん、流れを表現してるんじゃないかなと思うの。だからこのラをこういうふうに、これちょっと行き過ぎかな。大きくこう、この部分を書くやり方もあるんだけど、 そうすると流れが止まってしまう、止まりはしないか、薄くなってしまうような感じがするんだよね。ここ細く書くことで、おとがのこの広がりが強調されると思うので、ここら辺は細めに書いてもらうと。で、おの点もね、これも点だけじゃなくて、次へつながるこの気脈を大切にする。で、ちょっとこう、いつもの点よりも何て言うかな。 次へつながる気持ち次,次へつながるような感じの線になってると思うんだよね。でがもここしっかり開いた形になって広がりをしっかり書いてあるあとこの点々の位置ねこれがこういうふうになるのとちょっと上になるのとではやっぱり景色が変わってくるのでこの点々の位置少し上に持ってくるといいと思いますね。 で、春という字。春という字はね、もともとこの1、2、3画目はね、上の2本よりも長いんだけど、この幅よりも狭い、短く書くのがいいんだよね。でもどうしても3っていうイメージがあると思うんだよね。だからこれをぐっと伸ばしちゃう方があるの。それはね、春という字が閉まった形で綺麗には書けないので、 ここを短く書く。上よりも長く、だけど、ここをあまり長くしないで書いてくださいね。で、まあ、こう書いて、火を入れると。で、一茶は、ちょっと小さめに書くんだよね。で、これね、斜め、これは横っぽく書いていくと。あと、中心をしっかり通して書いていく。っていうところかな。で、ご自分のお名前は、 本文よりも少し小さめに。でね、本文書くとやれやれと思う形、方が多いんだろうね。お名前とのレベルがね、ちょっと違うんだな。ちょっとお名前のレベルが下がる方が多くございますよ。うん。お名前っていうのは何回も書くんだけどね、なかなか、あの、本文よりも、レベルが下がります。小さい声で言いますが、はい。 心してお書きくださいませ。ということ。で、次はですね。えー、っと、まあ、第3話皆さん書けて、筆ペンでもいけるかなと思ったの。だから、ずずっと、もう、何ページだ、えー、横書きに、<laughs> 横書きのに行きたいなと思っておるんですが、 54、55かなで、ここはちょっと横書きのね、この等のところ。でも横書き皆さんとってもあの上手に書けてるみたいですね。うちの皆さんいつも評価高いなと思って見てますね。ありがたいことです。練習されてるものね。とっていう字のね、お、ここか。このさ、 ここはいいんだけど、あ、ちょっと二重書きみたいになったここはいいんだけどね、ここの部分なんだよね。この部分がね、おろそかだと思うの。この部分も、お手本見ると、まあ、いろんな形があるんだよね。こっちに出てから上に持って上がって、こう書かれてるときもあるし、このまま丸っていうときもあるし、 これはね、横書きなので、やっぱり横への展開をしっかり表現する方がいいと思うので、これもね、一旦こう、横っぽい感じの、こう、顔立ちの線がここにあると思うんだよね。そういうところをちょっとよく見ていただきたい。で、番という字これはね、ここの空間番だけじゃないんだけれども、こう書いたときに、 こう持ってきて、こう持ってきて、ここがね、開いてるんだよね。この開け方が、まあ、うん、詰まってしまったりする方もあるんだけど、これ開けると行書っぽいよね。なおかつこっちからこういう風な、こう、記脈をしっかりね、表現できると、この行書の形がしっくりいくと思うんだよね。ここのとこ気をつけて書いてもらう。 それからね、番という字、この斜めね、あんまり斜めすぎない。こう斜めしすぎちゃわないことね。もうちょっと横っぽい斜め。こっち。これではないっていう形で書いてもらいたいなと思うね。それから、この、あ、これもね。こうか。ここのね、角度がね、 狭くなっちゃう方。えー、っと、どうだ。こうか。ここのところ。ここちょっと、この角度、この入る角度をしっかり見て、ここの空間をしっかり開ける。それから、ここは斜めだけど、次は横なんだよね。結構お手本見て迷うこと思ってもらってもいいぐらい。でも、最初が、 こう書くもんだから、皆さんやっぱり怖いのかなここがね、こう中途半端に斜めになってしまうの。そう、中途半端になるの。斜めなら斜めで形作れればいいんだけど、中途半端だから、超変になるからね。しっかりとこれ横に持っていく。で、その中に口を入れる。っていう形かなでも結構これ皆さんうまく書いてらっしゃるよね。 だいたいね、横書きが上手に書けるっていうのはね、年齢若い方なんですよね。で、縦書きが上手な方は、人生経験豊富な方なんですよ。私はね、やっぱり縦書きが好きですし、縦書きの方が楽に書けますね。はい。ということ。で、次は、解消のポイント10っていうのだね。 これさ、あの、とてもいい、あら、ちょっとこれは狭くしたいな。そうそうそう、ごめんね。とてもね、あの、いい基本だと思いますので、これは必ずしてもらいたいな。まあ、あの、コピーをしてやってもらうのが一番いいけれども、あのね、この教科書というか書頭に直接書く形でもいいと思いますよ。 で、今回のこの説明っていうのは、左にじゃないや、右に、はら、はねる。これね、いろんな言い方される先生もいらっしゃるみたいで、これを、うん、右止め、払いって聞いたこともあるんだけど、でもあんまりこれ出てないんだよね。いろんなこの、点格のその、名前っていうのは。 まあだから、形でいこうかな。でね、例えば、ここか。えっ、ー、と、水とか書くときはさ、こうじゃん。で、皆さんはさ、この水の、水とか書くときの水だけじゃないけどね、左に跳ねるものを、跳ねるものを、 これを反対にパターンとこう、パターンとこう倒し、反転したような形と思っている人がすごく多いんだなと思って、この形ではないんだよね。この右に持っていくのはカタカナのレを想像してもらって、まあここが45から60度って書いてありますよね。ここは広いんですよ。それから この部分のが長いんですよ。で、これは悪い例として書いたんだ。この形は、まあ、読めるんだけれども、この、ここがね、違うんだよね。だからこれは水という字のこの羽をパターンと反転したような形なの。もうこれ多く見るんだよね。著者を習ってる方は必ずこの部分を 「ちょっと書いてみるかな長という字をこっちが縦こっちが長いから筆、うん、順は縦からだからねこう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 書くでしょそれから止めて長めにこうカタカナの例を想像してほしいんだよねでこうして持ってくるこれが丸「まる」。 これとこれは、まあ、ペケとしましょうかね。読めるっていうところから言うと三角でもいいんだけど、まあ皆さん著者を勉強してさ、勉強してらっしゃる方にとってはペケということで。これはね、結構しっかりと、この解消のポイント10っていうのは練習していただきたいなと思いますね。で、次が、 この部分だこれはねちょっと書きぶり見てもらおうかなと思いますねちょっと待っててねどのぐらい書けるかなと思ってさっきこれねちょっと書いてみたあそうかこれでいいかなうーんと小筆皆さん お筆で墨はねやっぱりちょっとす吸ってもらった方がいいのかなと思うんだけどうんいくよこの辺かこれでいける 進みが足りないね。いっそ、あ、奈良のは。 見えなくなっちゃったねせっかくいいところだったのにごめんごめん 結構長いんだよね。じゃあじゃん。ここか？

からいこうかこ,こつながってるもんね。で、るはこの形だね。これちょっと皆さん難しく感じるんだよね。 感じかなこのねさっきの「ルーはこうまあこう三角形にこうなるような感じなんだよね。でこれいつも言うんだけどこここよりも次のここは右に行ってもらいたいの。でもどうしても「ルってこうやって書いてるじゃない 皆さん、この形で書いているとね、よく見るのが、こうか。かなここよりも、この部分が左に行っちゃうんだよね。そう。これちょっとこう、こうなんだけどね。これがちょっと難しいみたいな感じだよね。まあね、難しいなと思われたら、式写しって言って、お手本の上に、 こう、金の半紙とかさ、トレッシングペーパーを置いて、で、それで、あの、なぞってみるといいんだよね。で、まあ、ルーとかがちっちゃい場合は、まあ、コピー、拡大コピーをして、その文を式写して書いてみる。で、3回式写したら、1回自分で書いてみる。っていうようなことを何回か繰り返すと、形が、こう、自分の中に入ってきて、 あの早く上手になるかもしれないよねまあき写したのを自分の作品だって言って提出しちゃうっていうのはそれはまあルール違反だよねまあ学生にただあります <laughs> でも分かっちゃうんだよねやっぱりその人のさこう角ぶりっていうのがその中に入んないから引き写したのとかよく分かるんだよねこれね。 うん、やっぱりね、お手本見て書く中にその人の、その、その人らしさがやっぱり入るから、いい書になるんだよね。そう。練習の中でね、式き写ししてもらうといいかな。はい。今日は、以上かな。えー、今年、最初の、インスタライブ稽古でした。また今年もね、あの、いろんな、 形でこうやって配信していきたいと思いますので皆様頑張っていきましょうねではではお疲れ様でした